レモネードちゃんの夏休み、ラムネ爽快物語。夏になりました。ラムネ工場は大にぎわい。レモネードちゃんと妹のシダールちゃんは何本も何本も瓶にラムネを詰めていきます。シュワワワワ、ラムネは美味しいね。みんな美味しく飲んでくれてますが、二人はヘトヘトに疲れてしまいました。バカンスに行きましょう。レモネードちゃんとシダールちゃんはリュックサックを担いでラムネ瓶にまたがりました。行ってきます。ラムネの泡で二人は空へ飛び立ちました。シュワッと爽やか、海が綺麗。ぐさ。ラムネがすっかりなくなり、二人は見知らぬ島に到着しました。夜になり、レモネードちゃんとシダールちゃんは火をつけると、明かりに気づいた蝶々たちもやってきて、みなで一緒に踊ります。楽しかったね。明日も元気に。おやすみなさい。朝起きると、冷たい。レモネードちゃんは顔を真っ赤にして怒りました。シダールちゃんがおねしょをしてしまったのです。ごめんなさい、洗濯するから許して。ゴシ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 、シダールちゃんは持ってきた水で一生懸命洗います。ちょっと待って、それ飲む水でしょ。シダールちゃんは飲む水をすべて洗濯に使ってしまいました。この島には飲むことができる水がありませんでした。二人ともぐったりしてしまいました。すると遠くに灰色の雲が黙々。雨です。飲もう飲もう。レモネードちゃんは大はしゃぎしてる中、ラムネの瓶に飴をためておきましょう。シダールちゃんは瓶を雨が降る方向に向けて言いました。水がなくなっては大変だもんね。OS! OS! 二人は雨が降る方向に瓶を傾け、水をためていきました。もうすぐ晴れちゃうよ。急げ急げ。おいしいね。ラムネ玉を入れるとシュワシュワっとしてもっとおいしい。けど、そろそろ帰りたくなっちゃった。じゃあ、蝶々さんのお家を作ってまた来ることにしましょう。シダールちゃんはラムネ瓶で蝶々のお家を作り、レモネードちゃんはラムネ瓶で船を作りました。また来るね。二人はラムネ瓶にまたがってシュワシュワ海にこぎ出して帰っていきました。おしまい。
物語が出る。